大道寺先生でしたら、あなたの電話には出ません。助けを求めても無駄なことです。スネ夫、いつからそこに？あの戦艦が表に出た以上、あなたはもう終わりです、お父さん。何？ですが、おかげで私は大道寺と新たな契約を交わしました。小清水、尾道の秘密は私が受け継ぎます。それによって大道寺実からもたらされる権力も金も全てね。やめておけ。お前には無理だ。子供の成長を信じてください、お父さん。クルス・タケルは広島で自決しました、大道寺先生。戦艦の隠蔽とその後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。つきましては、今後私にも亡き父と同等の計らいをいただけるものと期待しております。失礼します。戦艦を暴いた男、桐生一馬を始末しろ。俺にはもう時間がねえ。だがそれまでにケリをつけられたなら、お前もクルス・タケルを名乗るがいい。承知しました。はるか、広瀬のおやつさん死んじまったって。だけどよ、せめてお前だけは目覚ましてくんねえかな。頼むよ。起きて！はるかが、はるかが医者呼んでくれ、早く！
兄貴。おじさん。俺少し出てますから。いや、いいんだ。お前もいてくれ。お前が目覚ましたら説教してやろうと思ってた。黙って姿消したお前を俺も朝顔の子供たちも死ぬほど心配した。他にも話したいことは山ほどあったはずなんだ。なのによ、こうして生きているお前の顔を見たら、もう何から話していいのか分かりゃしねえ。おじさん、ごめんなさい。奴を捕まえるんだ。絶対に逃がさないでくれ。いいな。しますが、今日はこちらに一体どんなご用？菅井と話がしたい。だが、お前らの案内は無用だ。そこをどけ！見えるな、キリュウ。おーい、どういうことだ、ソメア。見ての通りですよ、四代目。てめえの相手はそこのソメアだ。聞いたぜ、あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ、安心してソメアに殺されな。何があった、ソメア。
何があったって行かれちまったんですよ。俺は俺が殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを岩見染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。桐生さん、あなたが染谷に殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでに染谷にとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。清美、あの子には、ヒロミには、俺、一度も手あげたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。なんならこりゃ。キリュウさん、ナグモさん、ヒロミを、俺とあいつの娘を頼んます。
何を言いよるんじゃ、しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたぞ、言ってくれ。今ここでだ、南雲。わかった。必ずわしが守りきる。安心せ。人外町本社で今日午後、岩見平蔵会長の社葬が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、あれ、岩見造船がこの難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルス・タケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。コシミス、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ、キリュウさん。勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れる。かかってくんならそん格好で来いや。そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか。坊ちゃんも、
んでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何、今日の昼その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ、誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら、女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様、おっと、四代目、あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ、てめえも僕だよ。俺を甘く見やがって死ね。どけ、すげえ。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国道クルスタケルの名は俺が名乗るべきだ。だな、10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。あ？踊れはこっちじゃ。ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ、後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使わせ兄貴。兄貴立て。
の死に損ないが。お前らが誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん、踊れの相手はこっちじゃ。おじさん、もう思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。行くぞ。待て、もうお前が地獄へ来るの待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で不甲斐、女と外を殺せ、撃ち殺せ。南雲、くそ。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。くそ。よくも気流の兄貴を。頼むよ。うちさん、
よかった、はるか。そんな、満足そうな顔しないでよ。死なないで、おじさん。諦めるな。ユータとハルトと、はあ、幸せに。キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。3つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。まさか清美さんが無事でおったとはの。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分にええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろ。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も沖縄に行っても達者でな、ユータ。はるかちゃん。ない、ない。もちろん、ハルトもじゃ。キリュウの兄貴のことは、残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でも、この子は、大きくなっても、きっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も、絶対に忘れないです。おじさんと、これまで一緒に歩いてきた道の続きを、今度は、この子と歩かなきゃ。
無所出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで、四代目の首取られた言うて若い衆が生きり立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする？六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。何や、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前に様々な親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると固くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の四代目だった。六代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大吾、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか
親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大吾。親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね、ご挨拶をと思いまして。ああ、聞いたよ。おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああ、そうだ。よし、もう一回だな。頑張れ、さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ、頑張れ。桐生さんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。桐生には遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だ、あんたは。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の野道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える。
そんなものだ。だがつまらん火種が大ごとになることもある。超大和型戦艦クルス・タケル、岩見つねお、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまりあんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときが、舐めるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろう。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだキリュウ。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かや遥人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった、その条件飲もう。くれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。
背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるぞマリさん。ハルト、行けハルト。頑張れハルト。よし、そうだ。